はい、エッセイ社のクラブを打たなきゃわからない。本日は三菱ケミカルさんから発売になっております、手元調子というワードが入ったシャフト4機種、はい、こちらを打っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、うちに来たお客様からまた手元調子ですよねとか、まあ質問がこう寄せられたりとかっていうのもあって YouTube 上に、なので今日はこの、手元調子とメーカーさんのカタログで書いてあるシャフト4つがどういう違いがあるのか、はい、前回もですねちょっとリアマナの PD が発売になった時にやらせていただいてるんですが、まあ、今回は WS が発売になったということで、こちらを今日は打っていきたいと思います。お願いします。はい、ではまずはディアマナの D リミテッド、はい、長きにわたりですね、私のエースシャフトとして君臨をしておりましたこのシャフトでございますが、はい、はい、改めてこちらを打っていきたいと思います、はい、もう打たなくても分かるかと思いますが、もうこれ長いこと使ってましたからね、このシャフト、はい、ありがたいことにお世話になっておりました。はい、ではいきたいと思います。はい、うん、安心感しかないですねこの感じ、よいしょ、この叩きに行っても左に行かない感っていうのは、うん、この D リミテッドの特徴かなという気がします。はい、いや、うん、今打ってもいいシャフトです。今戻しても全然あんまり問題なく全然いけると思います。はい。いや、もう本当タイミングも取りやすいし、私は本当タイミングも取りやすいんですけど、言ったらこう、硬いからだんだんこう、順々に柔らかくなってくるっていうのが、すごくこう、滑らかに上手にこう、つながりがある、こう硬さの調節をしてくださってるなっていう感じのシャフトです、はい、なので全体しなり系の手元調子の本当にオーソドックスなしなり方をするシャフトだと思います、はい、だから本当ハードヒッター向けっていうふうには言われるんですけど、じゃあそのハードヒッター向けでもこうアメリカっぽい全体が硬くて手元だけが柔らかいっていうシャフトですね。例えば天性オレンジ 1K とか、はい、他社でいうとベンタスブラックとか、ああいうシャフトとはちょっと違って、だんだんと手元側が柔らかくなってくるような、逆に言うと先端側に硬くなっていくようなイメージのシャフトです、はいはい、ちょっとじゃあフェード打ちに行ってみたいと思います。うん、ボールのコントロールが非常にしやすいですね。はい、うん、本当今使っても素晴らしく、私はタイミングが取りやすいいいシャフトです、はい、三菱さんらしい、はい、素材の良さというのが生きたシャフトで、かつその、切り返しから先端が暴れずにゆっくりゆっくりこうヘッドの所在がきちんと分かって、はい、暴れすぎずにきちんとゆっくり戻ってくるっていう、はい、お助け感はほぼないですけれども、きちんと芯に当てさせてくれるという感じのシャフトかなという印象です。はい、続きましてディアマナ PD、 はい、手元調子系の、シャフトでございます。まあ D というので、まあ白系かなっていう感じですね。DF というのがあって、その後継かなというふうに言われていたシャフトでございます。はい、はい、よいしょ。もう素振りした感じからですね、ちょっとこの若干 D リミテッドに比べるとちょっとこの手元側が若干しっかり感が出るシャフトです。はい、でちょっとその手元側の下の部分ですね、
がしなって、その先側はそんなにこう柔らかい感じがないので、まあ中元部分の一部分がしなる感じのシャフトなのかなという印象です。はい、はい、いきます。はい、私はちょっとこのちょっとだけ手元がしっかりするっていうのが実は一番ボールが捕まりません。特にフレックスが合わないと余計に打てません。いきます。あー、こういう感じ。はい、一番だから私が打つと暴れるんですけど、やっぱ硬さを感じてちょっとリリースしちゃったりとか。そうですね、気持ち悪くて伸びちゃったり、で伸びて開いていっちゃったりとか。はい、まあ一番は結局このリリース、どっちもリリースなんですけど、はい、閉じて2日前に行き過ぎてしまったりとか、さっきみたいに離れてってフェース開いてしまったりとかっていうのが私の中では起きやすいシャフトではありますが、D リミテッドでちょっともうちょっと捕まり感が欲しいっていう方で、やっぱり手元の柔らかさは欲しいよっていう方は、まあ、こういうシャフトになるのかなというふうなイメージですし、はいはい、逆に言うと、そうですね、リアマナサンプとかの系統、例えばアイアンのシャフトとかを使われる方は、しなり方はこの PD の方が D リミテッドよりも合うんじゃないかなっていう印象が非常にありますね。はい、はい、なのでその DF よりはその硬さと柔らかさのつなぎ目っていうのが滑らかになった印象のシャフトではあったんですけど、はい、ちょっとやっぱり手元側はしっかりする感じにはなるので、はいはい、だん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 こう硬さが変わっていくというよりは、ちょっと硬い柔らかいでちょっと硬い硬いぐらいの感覚のシャフトなのかなというふうなイメージですね。はい、ちょっとだからその手元側の硬さが気になる方も、手元調子という中ではいらっしゃる、一部いらっしゃる方が出てくるかなというシャフトでございます。はい、ほう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 、お助け感がある手元調子系のシャフト。うん、いい感じ。まあこの素材が先端に入ることによって安定感ですねにつながってるのかなと